なんで毎回毎回完成してるんやろ。もうね、毎回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 こんなね、ハカチン統一でね、おかしいなぁ。あ、さ、白引きまして。さ、白引きまして、さ、ポンしまして。え、E1 ポンどうだ？役がないね。役がないときは何の間か確認、どうの間、なるほど。うん、どうの間ね。はいはい。さあ、フェイル来ました。今、こっちは、一応、ポンポンで、短期かな。まあ、短期まではいける。ジャント欲しいですね。さあ、ジャント欲しい。さあ、まあ、パービン打ちまして、さあ、初泣きまして。初泣きまして、さあ、一旦テンパイかな。さあ、一旦テンパイっていうか、まあ、これだとね、でも、小三元ドライチだから、まあ、ちょっと安いよね、っていう話で、まあ、チュンがね、まあ、ちょっと出るか、引くかしてほしいかな、というところではあるんですけど、これさあ、さあ、嘘、あさあ、嘘止めまして、さあ、止め、ま、さあ、テンパイ、さあ、だだだあもう、ちゃんとね、そう、ジャントができた瞬間にね、あーすごいね、タイミングがいいんですよね、本当に。これはさすがに手なりでしょう。あー違った。あー 0.5 秒で否定されてしまった。まあ、多分友人戦なんでね。まあ多分友人戦なんで、多分なんか、強く行こうぜ、ガンガン行こうぜタイプなんでしょうね。うん、まあ、それにしたら、トイメン、いいピン切ってるからね、どうなんかなというところではありますけどね。うん。多分、ガンガン行こうぜタイプ。ただ、ガンガン行くにしても、ちょっと微妙じゃない？なんていうか。うん、ガンガン行くにしても、そんなになんか整ってないな、みたいな。うん、まあ、国士、まあ、よくて国士かな、みたいな。うん、まあ、そうやな、みたいな。で、下茶が染めてますね。下茶は多分、総勢染めたくて、ワンチャン留意層とかね。さあ、ポン、サパソポンしました。で、トイメンは、どうしようかなって感じだな。トイメンはもう何もできなさそうではありますけどね。うん、で、こちらが、おーっと、結構なんか、そうですね。結構いい感じにいっぱい引いてきまして、さあ、チンロードいけそうですか？ E1、Q1、E ピン引けたら、まあ、うるじ、あー、9ピンじゃない。まあ、9ピンもまあまあまあ、あれですけど。E1 か Q1 引かないとね、その、泣けない。あー、さあ、引きまして。さあ、引けましては、これならね、まあ、これならまあ、一応、ポンポンできるんです。あー、そのポンで、そのポンで。そのポンで、そのポンでどうだ？か、しもちゃんもリュースあるよ。しもちゃん、あー、そのポンで入って、そのポンで、E1 が入って、そのポンで歪んで入って。さあ、どうだ？ちなみに、イーソーガード、あ、ザ、イビス、アイテンパイ。さあ、入りまして、さあ、イーソー積もれば、チンロートスワンコですね。あー、じゃあ、あー、歪んだね。あやばい、ちゃんとね、ちゃんと下茶のコンで、ちゃんと歪んで、ちゃんと面前でね、あ、これもう、これメンチンですからね。はい、王座の間あ王座の間って一番上の卓なんですけど、天皇とか出ちゃうんですよね。まあ、とはいえ3部なんでね、まあ4部よりもやっぱり出やすいですからね。国士か追走ですかね。まあ、おそらくどっちか。まあ、少数士とかね、追走ならつけたいかなってところです。とか E1 打ってるあ、E1 打ってるんで、ちょっと国士は消えましたね。ドラの E1 から打ちまして、さあ、どうしよう。ああ、さあ、シャー積もりまして、トン、ペイが1枚抜かれてるのか。さあ、ポン入りました。まあ、トン引きたいですね。トン引いて、一応ポンポンポンで、そのペイタンキーの体勢は取っておきたい。ああ、さあ、ペイ積もりまして、はい。まあまあ、ペイはね、ちょっと泣けないんですよね。ペイ泣けないんで、まあ、トンをね、ああ、チュン、チュン、チュンか、チュンどうしようかな。チュンどうしよう。ああ、さあ、トン通りまして。ああ、でもこれでもチュンいらないですね。ああ、で、と、ああ、さあ、でもちょっと神茶がどうなんでしょうね。神茶でも、トンと練習。ああ、さあ、じゃあ、転売。さあ、じゃあ、転売でさあ、ポン、さあ、役がない。使用じゃちょっと役がないんですけれども、さあ、ポンしましょう。はい、転売。役がないときは何のマーク確認。ああ、どうのはね。ああ、どうのは。ああ、さあ、今日、ああ、今日、役、役、ああ、さあ、役がないから上がれなくて。さあ、そのポンね。そのポンね。そのポン、ああ、ああ、やばい、ちょっと役なしのポンはやっぱ歪みますよね。大体ね、何の役がね、なかったときはね、何の間か確認したらいいからね。これは普通やね。いや、どうしようみたいな。まあ、手なりやね。ああ、まあまあまあ、手なり、普通に打つ。おっと。ああ、なるほど、ね。まあ、我々の認識を2秒で覆しましたね。あまあ、手なりかなという我々の認識をね、うん、まあ、ぶち壊していくスタイルなんですけれども、さあ、想像、まあ、想像で全部ぶち壊しまして、あちなみにまあ、これ国士かな、うん、おそらく国士に行ってるのかなみたいなところありますけど、さあ、今で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と、あーでもリーチ、いや、リーチきついね。あ関数層、関数層、あでも関数層、
うん、残り1枚なんでね。てか、トイメン強いね。ああ、さあ、缶入りまして。さあ、バビ乗りまして。さあ、トイメン能力者ですね。ああ、トイメン表ドラを乗せるタイプの能力者。めちゃめちゃ強い。トイメン、リーチ、タンヤをドラ8とかじゃない？うん、めちゃめちゃ4枚やからね。さあ、そして一方、こちらは、ちなみに、城で13面かな。さあ、じゃあ、アイテム倍。さあ、そのうちにね、さあ、ああ強すぎ、いや、どうあれ最初手なりとか言ってた、あれなんかいつの間にか13面待ちになってますね。はい、玉のマーさん、めちゃめちゃ強い。あと、さあ、ドラヨン2面、おいしょ。あー、もうこれ、10巡目とか11巡目の手配なんよね。チーホーとかの手の強さじゃないんだよな、これ。まあ、普通かな。そんなに別に、なんかめっちゃ強いってわけでもないしね。あー、でもこれ強くなりましたね。さあ、ペー抜いて、嘘。まあ、チュン泣けたらね、嬉しいんですけど、誰もチュン持ってないんで、まあ、どうかな、みたいな。あー、さあ、パーピンつも、あーっと、さあ、まだ関しない。あまだ、まあ、いつするんかな、ってところで、あーさ、さあ、缶入りまして、さあ、白積もりまして、さあ、缶入りまして、さあ、チュン積もりまして、あい、テンパイ。あー、やりすぎやろ。みんなそのなんかリンシャンハイに有効杯積みすぎやろ。さあちなみにさあためらわない。さあじゃあこれ何番なんだまずこれ。そもそもちょっとわからないですけども、あー裏十。これは裏さあ、いやさあすごい役が今あーだもうめちゃめちゃ強い。ちなみによーく見といてくださいね。シリーズなんですけれども、ソーズがめちゃめちゃ多いですね。あーもうドラから行きましょう。もうドラからね。あーもうもう未練なくね、もうすっぱりとね、すっぱりとドラから切っていくスタイルね。うん。まあでも普通にいい感じではありますけどね。まあ本一とかもいけるかなっていうところで。さあ、リアンス、ああもうこれでめちゃめちゃいい形になりましたね。まあただちょっと形がね、重いんでね。うん、まあどうしようかな。あーチーソーは強いですね。あーまあズバズバ。あー今んとこズバズバ引いているんですけれどもさ、アイテンパイ。さあ、テンパイが、あーだ。あーちょっと早すぎる。早すぎるし、無駄相撲しなさすぎてる。ちょっと、そんなズバズバ引かないんですけどね。めちゃめちゃ強いんですけれども、よーく見といてくださいね、シリーズで。さあ、ペイ抜きまして、キュービン行きまして、さあ、イースを冠しまして、さあ、3ビン止まりまして、はい、テンパイ。いや。なんか、スッタン張ってますね。あー、そしてこれ、ウーソーが切れたことによって、これ、筋引っ掛けになってるよ、これ。さあ、その分ね、あああ、やっぱりね、もうダイナミック筋引っ掛けがね。まさか吸ったんとは思わないですよね。